安倍信之は日本の陸軍軍人政治家、陸軍士官学校9期、陸軍大学校19期、陸軍大将、議会は小2軍党は軍一党、予備役編入の地、内閣総理大臣、外務大臣、翌3政治会総裁、貴族院議員、朝鮮総督などを歴任した、石川県金沢市生まれ、父は旧金沢藩士、安倍信光、 東京婦人城中学を経て、第四高等学校に進むも中退し、陸軍士官学校に進んで陸軍砲兵将校となる、陸軍少将として参謀本部総務部長、陸軍省軍務局長の要職を務め、陸軍中将として陸軍次官、第四師団長、台湾軍司令官を歴任して陸軍大将に信任され、軍事参議官に転じた後の1936年3月、 二毒事件後の祝軍により、ほとんどの陸軍大将が予備役に編入された際に、安倍も予備役となる。1939年6月には、東和同分会理事長に就任している。1939年8月30日に内閣総理大臣に就任した。当初は外務大臣を兼任。同居者が多い安倍内閣は、安倍一族とも石川内閣とも呼ばれ、また、畑春六、五同宅を。 塩の末彦派の宮城長五郎の入閣等から当時の読売新聞市場では一中内閣ともてはやされた安倍内閣発足の2日後9月1日には第二次世界大戦が勃発した安倍はドイツとの軍事同盟締結は米英との対立激化を招くとし対戦への不介入方針を掲げた陸軍の反対もあり翌1940年1月15日に内閣総理大臣を辞した その後、1942年4月30日に実施された翌山選挙前に結成された翌山政治体制協議会の会長に就任。5月20日に結成された翌山政治会でも引き続き会長を務めた。12月には、東和道文会副会長に就任する。1942年5月から1946年2月まで貴族院議員を務めた。 1944年7月に朝鮮総督に任じられ、敗戦を迎える。同年10月19日、陸軍中尉で空中勤務者であった次男、信広が、そうした搭乗機でニコバル諸島付近のイギリス艦隊に突入。22歳で戦死。これは陸軍が特別攻撃隊を編成する直前であったが、遡って特攻戦死と認定され、信広は2階級特進して陸軍少佐となった。 戦後、永久戦犯容疑で逮捕されるが、極東国際軍事裁判改定直前になって突如、起訴予定者のリストから外されたと言われており、同裁判をめぐる謎の一つとされている、公職追放となり、1952年追放解除される、翌1953年死去、去年77、死去時点で内閣総理大臣経験者としては、 最最年長かつ最古さんであった。日本や中国など漢字圏では誤解しようがないが、日本統治時代の最後の朝鮮総督だった安倍信行は反日感情が強く、漢字教育を廃した韓国を含む朝鮮半島では学者や文化人などにまで、平成・令和年間に首相を務めた安倍晋三の祖父と広く誤解されているが、漢字の通り血縁はない。なお、実際の安倍晋三の父方の祖父である安倍官は、 安倍信之が、翼山政治体制協議会会長として戦った翼山選挙では、非推薦で出馬し当選している。